ライちゃん、どうしたん？卵？もしかして。卵かな？サラちゃんはね、奥の方でじっとしてるんで、卵の準備だと思うんですけれども。ライちゃん、どうしたのかな？そろそろ卵を産むのかな？一ヶ月ぐらい産んでないもんな。ちょっとまだわからないですけどね。皆さん、こんにちは。チキンチャンネルの藤田です。はい、はるちゃんです。ちょっとお父さんの見てんの？はい。今日はね、鶏の、寿命のね、話をしたいと思います。鶏ってね、どれぐらい生きるんですかっていうのは僕もね、散歩とかしてたらよく聞かれるんですよ。で、まあインターネットとかでね、検索したら5年から10年ってまあ、ざっくりしたことしか載ってないし、実際ね、どれぐらい生きるのか、僕もね、それほど経験がないんで、で途中でね、事故で亡くしたりしてることもありますので、鳥本来のね、寿命っていうのは、実はわからないんですよね。ふーちゃん長生きしたんかなと思ってたんですけど、ふーちゃんもない、何年生まれかわからなかったんで、ね、何年生きたかってわからないんですよね。チキンチャンネルをね、視聴されてる皆さんの中では、ニワトリのね、飼育の経験が豊富な方はたくさんいらっしゃると思うんで、うちのニワトリはね、これぐらい長生きしたよとかね、平均でこれぐらいかなっていうね、そういうご意見あったらね、ぜひね、コメント欄の方で教えてください。よろしくお願いします。まあなんでこんな話をするかというと、やっぱりね、冬っていうのは寒さがね、厳しいんで、まあ、これ一概には言えないんですけれども、やっぱり、ね、命を落とす子が多いんじゃないかなと思ってて、で SNS で拝見しててもね、やっぱね、ちょっと寂しいお別れのね、投稿とかがぼちぼちあるんですよね。僕も SNS の画面を通してですけれども、見てた鳥がね、亡くなったっていうお話はやっぱすごい寂しいですから。ただね、ペットとして飼ってても必ずお別れっていうのは来ますんで、その辺の覚悟をね、持って飼育すること。そしてね、それが分かってたら、ね、飼育の仕方も変わってくると思いますんで、そういったね、話をちょっと僕はしたいと思うんですけれども。ライちゃん。ライちゃんね、前回、ちょっと顔色が悪いっていう話をしてたんですけれども、ちょっとね、良くなった気がします。この辺。ちょっとね、黄色かったのが赤みを帯びてきた気がするんですよね。まだちょっと青いか。この辺が青いかな。ちょっとハゲハゲやから薄く見えるんやけど。この辺ちょっと赤くなってきましたね。頭の毛もだいぶ生えてきました。ごま塩みたいなのがなくなってきたんで、もうそろそろかな。で、ここでね、こもってるってことは、まあ今日朝卵産まないかもしれないですけれども、ちょっとずつね、卵を産む準備をしてるのかもしれないです。それで、まあ、寿命の話に戻るんですけれども、まあ、鶏っていうのはね、まあ、皆さんご存知の通り、肉であったり、卵を取るために、改良されてきた生き物です。特に卵。ね、卵をたくさん産むということは、ね、この体に対してこんな卵を産むんですから、ね、体から栄養を取って、作られた卵を産み続けるってことは、まあ、体にとって、ものすごい負担がかかっているわけですよね。もう身を削って卵を作る。そのためにたくさん食べるっていうね、もうそういう生き物なんで、どうしてもね、寿命が短いのは仕方ないんですけれども、まあ話をね、聞いていたら、やっぱり卵をたくさん産む品種の鳥は、寿命がね、短いように感じます。その鳥本来のね、寿命っていうのはわからないんですけれども、5年未満ぐらいでね、命を落とす子が多いんじゃないかなと感じています。その辺のね、鳥で8年生きたとかね、そういう長生きしたよっていうのはね、先ほども言いましたけど、コメント欄でね、教えていただいたら嬉しいんですけれども、鶏にとってね、やっぱ卵を産むっていうのはすごい負担になります。で、まあ、YouTube でね、有名なコーチンの庭さん、名古屋コーチンをね、たくさん買っておられる方がいらっしゃるんですけれども、コーチンの庭さんの話によると、だいたい6年前後、5年から6年でね、命を落とす子が多いとおっしゃってました。
まあ、高知の庭さんはね、屋外飼育なんで、まあ、冬のね、寒さとかもあるんですけれども、だいたいね、5、6年ということです。あと、ウコッケとかチャボはやっぱ体が小さいのと産卵数が多くないので、長生きする傾向にあるみたいなんですよね。あと、お散歩企画でお会いしたオンドリ、何人かね、10年超えてるね、オンドリくんにお会いしました。10年生きたら嬉しいですよね。やっぱりオスっていうのは卵を産まないので、ね、体に対するそういう卵の負担はね、オスはありませんので、長生きする子が多いのかもしれないです。で、はるちゃんは大体なんですけど、もうすぐ生まれて丸4年になります。大ちゃんはこの春で丸3年になるのかな。じゃあ平均5年と考えたら、大ちゃん2年しかない。はるちゃん、5歳、5年まであと1年しかない。そう考えたら短いですよね。ただブラマという種類は、ね、まあ大型種なんですけれども、卵をね、産卵数は、決して多くないので、卵の負担という意味ではね、長生きする可能性が高いかもしれないです。大ちゃんもそうですよね。アローカナ、もともとね、アローカナ自体はたくさん卵を産みませんので、今、ライちゃん自身もね、1ヶ月以上卵を産んでないんで、そういう意味ではね、長生きしてほしいなと思うんですけれども、アローカナとかブラマでね、こんだけ生きたよって話をね、また聞かせてください。よろしくお願いします。眠たいね。あったかいもんね、お部屋。先ほどね、高知の庭さんの話でちょっと言ったんですけれども、やっぱり屋外飼育とね、屋内飼育っていうのはやっぱり、ね、やっぱ屋外の方が寒さとか、あとは病気であったり、あとはネズミからね、もらう、伝染病であったり、まあ、害獣とかもあるんですけれども、やっぱ厳しいことが多いんでね、まあ、室内の方が平均寿命は長くなるんじゃないかなというのは思ってますけど、まあ、鳥本来のね、寿命っていうのはちょっとね、わからないです。あとは餌ですよね。長生きさせたいって方はね、発酵飼料をね、たくさん与えている方が多いです。人間でもそうですよね。納豆とかヨーグルトね、体にいいって言いますし。はるちゃん暑い。ごめんごめん。ちょっと暑い。まだ開けようか。ブラマー暑がりなんで。ね、発酵飼料。あとはね、鳥界で有名な納豆ヨーグルト。納豆ヨーグルトを与えてたらね、長生きしたって話をね、これも高知の庭さんかな、なんか拝見してね、ニワトリのペット界では納豆ヨーグルトをね、与えてる方結構いると思うんですけれども。まあ、それをね、与えたら長生きするっていうね、科学的な根拠はないんですけれども、そういった話を聞きます。人間でもそうですよね。やっぱ都道府県によってね、平均寿命が違ったりしますし、沖縄とかもね、長生きっていう話あるじゃないですか。あとは味の濃い食べ物、食文化のところでは、やっぱり高血圧のね、リスクが高かったり、炭水化物をたくさん摂る県ではね、糖尿病のリスクが高いという話も聞きますので、健康的なね、餌を食べてるっていうのは大事だと思います。まあ、発酵飼料はね、体にいいと思うんですけれども、僕はね、市販の配合飼料、これをね、結構嫌う方もね、多いんですけれども、僕はバランス的にはやっぱ優れてると思うんですよ。まあ、カルシウムとね、炭水化物とビタミンと、その辺のね、配合はちゃんとね、計算されたものが入っていますんで、それに、いろいろね、僕はおやつであったり、まあ、カルシウムの、その補助的なものであったり、野菜であったり、外で食べる虫であったりっていうのをね、与えてるんですけれども。まあ、餌っていうのはやっぱ大事ですよね。はい。僕がね、喋りすぎたのかな。はるちゃんはね、ずっと歯づくろいをしてるんですけれども。ライちゃん、お眠やな。お眠やな。眠たいな。もごもご、口を動かしてるけれども。眠たい。うん。顔色良くなってきたやん、ライちゃん。な。ちょっとその眠気取れたら散歩行きましょうか。な。卵産みたいんやったらわかまんやな。っていうか今、サルちゃんがこもってるから今散歩行かれへんな。サルちゃんマジかな。このお眠の鶏ってんは、なんとも言えないですね。
キューってしたくなる。ライちゃん、お眠いね。あったかいで眠くなるよな。快適やろ、お部屋も。そうか。ハルちゃん、何を心配そうに見てるの？何の話をしてるのかなと思って一生懸命聞いてるのかな。もちろんね、この人間の言葉を理解してるわけじゃないんでしょうけど、やっぱ僕の仕草とかを見てね、鳥はいろんな判断をします。長生きしてやね、長生きしてやねっていう順番的で言ったら、はるちゃんやな。もう生後4年なんだから、あと倍、8年頑張って10年は生きてほしいな。はい、サラちゃんね、卵を産みました。お疲れさんやったな、サラちゃん。で、今ご飯食べてんな。おー、あぶーなー、落とし物しました、サラちゃん。はい、サラちゃん、うんちしたんやな、今ねえ。うこっけ、長生きしてくださいよ、サラちゃん。これからやもんなね。これあなたの顔です。これ見てみ、見てみ、目をそらす。見てみ、スマホ。誰か映ってるね。はい、いいですよ、俺って。はい。ライちゃんも出てきましたね。今さっきね、ちょこっと散歩に行って、晩ご飯も食べましたね。お腹いっぱいやもんな。先ほども言いましたけれども、皆さんのね、鳥の話、こんだけね、長生きしましたよとか、長生きさせるためにね、こういうことを気を使っていますってことをね、僕たちに教えてください。よろしくお願いします。健康の秘訣、長寿の秘訣、教えてほしいよな、はるちゃん。ね、ね、はるちゃん。いつも通りね、はるちゃんとさらちゃんがやかましくしてますが、大ちゃんはここでまったりしてます。ね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。